はい、こんにちは。中3英語を始めます。今日はね、また不定詞、ちょっとね、難しい不定詞についてやっていきます。でね、今日の部分はね、高校入試でよく出てくるんですが、ひょっとしてね、学校で習わないところかもしれないです。なのでね、しっかり、特に注意して聞いてほしいと思います。いいでしょうか。ね。じゃあ、行きます。まずね、最初。to プラス、まあ、何々プラス to 不定詞。ね。これね、TOO の to ね、いいですか。これでね、何々すぎて何々できない、まあ、こういう言い方、こういう意味になります。いいですか。まあ、例えば、私は忙しすぎて野球ができません、ね、日本語でもこういう言い方ありますね。それと同じように英語でも表現できます。この場合は I am too busy、 私はとても忙しいですね。で、 to play baseball、 野球ができませんね。I am too busy to play baseball。 これでね、私は忙しすぎて何々野球ができませんっていうね、意味になります。いいですか。何々できないって言ってるのでね、なんか否定のような意味があるかもしれないですが、否定の言葉は入ってこないですね。 I am too busy to play baseball。 これでね、私は忙しすぎて野球ができませんっていうふうになります。いいでしょうかね。これね、意味上の主語は I、ね、to play baseball をするのは I、私ですね。なのでこれはね、文の主語と同じです。いいですか、ね、こういう風になります。いいでしょうか。でね、この文章ね、 to、まあ、to 不定詞とか言いますが、これの書き換えができて、これはね、 so プラス、まあ、何々プラス that プラス主語プラス can とね、こういう構文に書き換えができます。これね、すごくよく出るのでしっかり覚えてほしいと思います。いいですか、ね、この赤いとこね、 to to 不定詞は so that can と、ね、この形に書き換えできます。いいですか、ね、なのでね、私は忙しすぎて野球ができません、これと同じ文ですが、 I am too busy to play baseball、 これはね、 I am so busyとても忙しい。That で I can't play baseball、ね、こういう風になります。こっちの方がね、まあ、よりこの訳にイメージは近いと思いますね。私は忙しいで、私は野球ができない、ね、こういう風になります。で、注意してほしいのは、ね、この I am の I 主語ですね。で、 That の後の主語 I、 これがね、 to to の文の場合はイコールですね。いいですか、こういう風になります、ね、私が忙しくて私が野球ができないのでね、 I、ここの、ね、主語が一緒になります。いいでしょうか。これね、結構重要なんでね、しっかり押さえておいてください。いいでしょうか、ね、これがね、まず to to の不定詞と、まあ、so that can't の書き換え、ね、この関係になります。これね、しっかり、で、学校でね、習わないかもしれないんでね、しっかり覚えておいてください。いいですか、ね、高校入試とかにね、習ってないところが出たとしても、それはね、自分の責任なんですね。いいですか。なのでね、知識はね、たくさん吸収するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、よく似てる形なんですが、 to 何々 for 人に to 不定詞。さっきはここなかったですね。ここが for 人。これは何々すぎて何々人には何々できない。ね、こういう意味になります。まあ、ここに for 人が入るだけなんですけどね。いいですか。で、例えば、この紅茶は熱すぎて私には飲めません。まあ、こういう言い方も日本語ではありますね。これも英語で表現できます。ね、This tea is too hot. とても熱い。For me、 私にはですね。で、to drink、ね、飲めませんということになります。いいですか、ね、熱すぎて飲めません。私には飲めませんという意味になります。ね、これもね、ちょっと否定の意味が入っているように見えますが、否定の言葉は入ってないんですね。いいですか、これね、注意してください。いいでしょうか。で、この文章の場合、意味上の主語は、This tea ではなくて、me、ね、ここに当たるんですね。
Me、つまり I、ね、飲めないのは私なんですね。私が飲めないと言っているので、これ意味上の主語は私、Me になります、ね、Me、I になります。いいですか、ね、この紅茶が文の本来の文の主語ですが、この文の主語と意味上の主語が、ね、違うっていうのをしっかり理解してほしいと思います。いいでしょうか、ね、でね、この文章も書き換えができます、ね、to、to、for、to、stage はさっきとほとんど一緒なんですが、 so、that、主語プラス can't、 これに書き換えができます。でさっきと何が違うのかっていうと、ね、あ、ここをよく見てもらっていいんですが、この紅茶は続いて私には飲めません。 This is too hot for me to drink。 ここ一緒ですね。これを書き換えると、 This tea is so hot that、 ここですね、 I can't drink it、ね、ここが違うんですね。文の主語とこの that 以下の主語は違うんですね。さっきは一緒でしたね、こっちとこっち。でも今回の場合は、この場合の書き換えはここの主語とここの主語が違います、ね、よく考えたら分かるんですが、暑いのはお茶ですね、もちろん紅茶です。ただ飲めないのは私ですよね。私が飲めないんですね。なのでこれ愛が主語になります。でこっちは暑いのはお茶なので、これが主語になります。いいですか、ね、なので注意してほしいのは、このこう人が入るとそうざっとで書き換えるときに主語が変わるってことですね。これしっかり覚えてほしいと思います。いいでしょうか、ね、あと注意してほしいのは、これそうざっとで書き換えるときね、ここの文の時制に注意ですね。この場合 is なので現在ですね。なのでこっちも can't で is、 あの現在形になります。いいですか、もしここが過去形 was とかワーとかになっていたら、こっちもキャンドじゃなくてクドゥントになります。いいですか、ね、時制合わせる、これもねしっかり押さえておいてください、ね、こっちが現在ならこっちも現在、こっちが過去ならこっちも過去になります。いいですか、ね、時制合わせる、ね、これも英語の、ね、大原則なんでね、しっかり覚えておいてください。いいでしょうか、ね、これが、ね、今日習う2つ目の内容になります。いいでしょうか、はい、じゃあね、次いきます。次はね、またちょっと違う感じですね。形容詞または副詞プラス、これ enough って呼びます。 enough to 不定詞、これで十分に何々なので何々できる、ね、さっきまでは何々できないでしたが、こっちはね、何々できるなんですね。いいですか、十分に何々なので何々できる、こういう意味になります。なので例えば、彼女は十分にお金持ちなのでそのカバンが買えます、ね、まあ、十分にお金持ちなのでそのカバンが買えますっていうのは、まあ、ちょっとくどい日本語になりますが、ね、まあ、お金持ちだからそのカバンが買えるということですね。それを英語で表現すると She is rich、まあ、リッチっていうのをね、日本語でもリッチって言いますが、まあ、お金持ちですね。で Enough to buy the bag、 こういう書き方をします。彼女は十分にお金持ちなのでそのカバンが買えます、ね、Rich enough to 不定詞、ね、to 不定詞、こういう風になります。十分にお金持ちなのでそのカバンが買えます、そういう風になります。でこの場合の意味上の主語はね、もちろん C、 お金持ちなのも彼女、そのカバンが買えるのも彼女なので C、 ね、文の主語と同じになります。いいですか、でこの文章もね、書き換えができるんですね。この形容詞 enough to 不定詞はこれも so that で書き換えるんですが、 so that です。ここがね、 can't じゃなくて can になります。いいですか、できないじゃなくてできるになるんですね。ここね、できるになります。いいですか、これもね注意してほしいと思います。いいでしょうか、形容詞 enough to の文の書き換えは so that can になります。いいですか、ね、さっきの今までやってきた to 何々 to 不定詞とは違うんですね。しっかりここまで理解してほしいと思います。なので、ね、この場合彼女は十分のお金持ちなのでそのカバンが買えます。 She is rich enough to buy the bag、ね、
それに対して She is so rich that she、 ここね、主語と主語一緒です。 She can buy the bag、ね、can になります。できるんですね。彼女は so rich、 とてもお金持ちなので、彼女はそのカバンが買うことができるんですね。 can になります。いいでしょうか、ね、こういう風になります。いいですか。これがね、形容詞 enough to の to 不定詞の文章になります。いいでしょうか、ね、ここもね、よく高校入試とかではね、狙われるのでしっかり押さえてほしいと思います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、また enough が出てきましたが、 enough プラス名詞プラス to 不定詞、この場合はね、この enough を要するに形容詞のように使うということですね。形容詞として使う、何々するのに十分な、これ本来の形容詞の意味ですね。何々するのに十分なっていう意味になります。なので、私たちにはこの人々を、まあ、これらの人々を世話するのに十分な数の医師がいますっていう場合、 We have enough doctors、 enough だと名詞ですね。 enough doctors to take care of these people、ね、まあ、十分なドクター、十分な医者がいる、で彼らをケアする、彼らたちをケガケアする、ね、世話するのにっていう、こういう意味になります。こういう使い方もあるよっていうのをね、しっかり押さえておいてください。いいですか。これは特にね、書き換えとかそういうのはないです。いいですか。で、これね、さっきのページのここの、まあ、これに関連する言葉なんですが、 kind enough to っていう表現、まあ、よく出てきますね。英作しなさいっていう時もありますし、和訳しなさいっていう時もよく出てくるんですが、これね、 kind enough to って、まあ、直訳すると十分に親切なのでなんですが、まあ、ちょっと日本語として、まあ、くどいで、まあ、とても親切なのでっていうのもまあいいんですが、これもちょっとくどいので、まあ、親切にも何々っていうふうにね、訳す方がいいと思います。いいでしょう、まあ、別にね、これとかこれでも訳として間違ってはないんですが、親切にもっていうふうにね、訳すと、まあ、きれいに訳せると思います。ただなので、例えば She was kind enough to help me、 これは彼女は親切にも私を手伝ってくれた、ね、過去ですね。こういうふうになります。彼女は親切にも私を手伝ってくれた、ね、こういうふうに訳すと、ね、スマートな英語になると思います。和訳になると思います。いいでしょうね。まあ、これね、kind enough とよく出てくるのでね、しっかり覚えるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきたいと思います。はい、じゃあね、ここからはね、問題になります。今日の文はね、本当に難しくて、よくね、入試とかに出てくるので、しっかりね、解けるようになってほしいと思います。時間かかってもいいのでね、じっくり自分の力で解いてみてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。 We are too busy to play tennis、ね、これも too で too、ね、too busy to、不定詞ね、こういう風になってます。じゃあこれね、どうなるかというと、私たちは忙しすぎてテニスができませんね、こういう訳になります。私たちは忙しすぎてテニスができません、ね、否定の文章、否定の語句はね、一個もないですが、和訳としてはね、ちょっと否定の意味が入ってます。いいですか。私たちは忙しすぎてテニスができません、こういう風になります。次、Kana was kind enough to tell me the way、ね、これはKind enough to、 さっき言いましたね、 enough to、 こういう表現になります。親切にもって訳すと綺麗に訳せるんですね。 the way っていうのはまあ道ですね、道。じゃあこれね、どうやって訳すかというと、カナは親切にも私に道を教えてくれました、こういうふうになります、ね、Kind enough to で親切にもってね、こういうふうに訳すといいと思います。いいでしょうか。次、3番、The tea was too hot for me to drink。 これは
これも too hot for me ですね。 for 何々 to 不定詞、ね、この紅茶は熱い、私にとって。でどういう意味なんですかというと、その紅茶は熱すぎて私には飲めませんでした。でこれね、ここが was になってるんで、ね、過去形になってるので注意してくださいね。なので訳すときは飲めませんでしたになります。いいでしょう。次、 We have enough nurses to take care of these people、ね、これはね、 enough の後に名詞が来てます。 nurses、 ナースの複数形、ナースっていうのは看護師さんですね。で、to take、ね、to 不定詞ですねになってるので、これはね、 enough っていうのは、まあ、十分にとか、そういうふうにね、形容詞的に使うんですね。すると、私たちはこれらの人々を世話するのに十分な数の看護師がいます。こういうふうになります。十分な数の看護師ってことですね。十分な看護師、こういうふうになります。形容詞の使い方ですね。こういうふうになります。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかりまたね、復習するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、穴埋めです。一つのね、言葉に一つの単語が入ります、ね、これとこれは書き換えの関係ですね。いいですか、ね、なのでね、しっかり自分の力で穴埋めできるようにしてください。いいでしょうか。ではね、映像を止めて始めてください。始め、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。ナンシーは早口すぎるので私には理解できませんでした。できませんでしたって言ったらこれね、過去の話になりますね。時制注意してくださいね。ナンシースポーク、だからスピークの過去形スポークになりますね。スポークファースト何々トゥーアンダースト、これね、トゥー不定詞になってますね。なのでこれはトゥートゥーの文章になります。なので答えとしては、ナンシースポーク too fast for me、 私にはって言ってるので for me が入ります。 to understand、 こういう風になります。次、下の方はナンシースポーク何々 that と書いてあります、ね、なのでこれはね、 so that を使った文章になります。で、注意してほしいのは、私にはって言ってるのでね、主語がね、最初前の that の前と後ろで主語が変わるってことですね。ナンシースポーク so fast that Icouldn't understand her、ね、spoke 過去なので、ここは can't じゃなくて couldn't になります。いいでしょうか、ね、こういう時制ね、注意してくださいね。時制は大事です。次、2番、寒すぎて私たちは泳ぎません。これもここがね、 to swim 不定詞になってます。なのでこれは to do の文になります、ね、じゃあどうなるかというと、 it is too coldfor us to swim、 私たちなのでね、 for us になります。ですか。で、下の場合はね、まあだいぶ穴が開いてますが、これはね、 so that を使った文になります。 it is so cold that、 ここ that ですね、 that で私たちって言ってるので we なんですね。次、 that we can't swim、 こういう風になります。いいですか。時制合わせることね、しっかり忘れないでください。いいですかね、それとね、こういう書き換えよく出てきます、ね、しっかり、ね、できるようになってほしいと思います。いいでしょうか。間違った人はね、しっかり復習をするようにしてください。いいでしょうか。じゃあね、次いきます。はい、次はね、書き換えの問題です。日本文書いてあります。で、1個はちゃんとした正解の文が書いてあります。なのでね、違うここで書き換えてください。これは不定詞を使う書き方で書き換えですね。こっちもそうですね、不定詞を使う方で書き換えるようにしてください。いいでしょうか、ね、ではね、映像を止めて始めてください。始め、
はい、読みてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。1番、ケンは忙しすぎてそのコンサートに行けません。 Ken is so busy that he can't go to the concert、ね、これを不定詞で書き換えるということは to to の文になりますね。とどうなるかというと Ken is too busy で to go to the concert、ね、これでね、ケンは忙しすぎてそのコンサートに行けませんというのと同じ意味になります、ね。この文章自体には否定の用語は入ってませんが、日本語としては否定の意味になるんですね。これね、本当に何度も言ってますが、注意してほしいと思います。よいしょ。ね、to busy, to go。ね、こういうふうになります。次、2番。トムは十分にお金持ちなので、何でも買えます。Tom is so rich that he can buy anything。ね、これも、十分にお金持ちって言ってるのでね、これは enough を使った表現になりますね。すると Tom is rich enough to、ね、形容詞副詞プラス enough to、ね、by any こういう風になります。いいでしょうか、ね、rich enough to、ね、こういう順番になるのもね、しっかり押さえておいてください。いいでしょうか、どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかりね、正しい答えを書いてね、練習してほしいと思います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。はい、次はね、英作文になります。ただね、注意書きで to を用いてとか so を用いてって書いてあるのでね、その指示に従って書き換えるように、書くようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、じっくり時間かけてもいいのでね、自分の力でやってみましょう。じゃあ映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。1番、ジョンは忙しすぎてテレビを見ることができません。何々すぎて何々できないっていうのは、to を用いると、to、to の、to プラス to 不定詞の文になりますね。いいですか。じゃあね、これ、どういうふうになるかというと、ジョン is too busy to watch TV。ね。too busy、忙しくて to watch。ね。テレビが見られない。こういう風になります。いいですか、ね、to to to プラス to 不定詞の文ね、これしっかり書けるようにしてください。いいでしょうか。次、このミルクは熱すぎて私には飲めません。まず so を用いてって書いてありますね。 so を使うってことは so that の文になります。いいですか。じゃあね、これどうなるかというと this milk is so hot that I can't drink it、ね、これも so hot 熱いんですね。で、ざっとで I can't ですね。注意してほしいのは this milk と主語が違うということですね。これね、注意してください。熱いのはミルクですね。ただ飲めないのはミルクじゃなくて飲めないのは私なので、ね、主語が変わります。いいでしょうか、ね、次、3番、このミルクは熱すぎて私には飲めません。まあ、2と3一緒ですが、これ、to を用いて書きなさいということですね。じゃあこれ、ね、どうなるかというと、ね、to、あと to 不定詞を使うんですね。すると、this milk is too hot for me to drink、ね。これも、too hot で、私には飲めないと言っているので、for me ですね。で、to 不定詞になります。いいでしょうか。ね、2番と3番ね、書き換えの関係ですね。しっかり押さえておいてほしいと思います。いいでしょうか。ね、はい、次、最後。リカは親切にも彼、私を手伝ってくれました。これは不定詞でって書いてありますね。親切にもって言ってるのでね、これは kind enough to を使う表現になりますね。じゃあこれ、どうなるかというと、リカ was kind enough to help me、ね。これね、よく出てきます。kind enough toto、ね、で手伝ってくれましたって言ってるので過去になります。 was ですね。これしっかり時制ね、しっかり気をつけてください。いいでしょうか。親切にもっていうと kind enough to、 これを使うっていうね、しっかり覚えてください。いいでしょうか。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、本当にね、ここね、難しいところなんで
しっかりね、正しい答えを何度も確認をしてほしいと思います。でしょうか。じゃあね、今日はね、まあいろいろな不定詞ってことでね、to を使った to to の文とか enough を使った文とかね、そういうの不定詞をやってきました。最初にも言いましたが、ここの分野ね、高校入試では聞かれますが、習わないかもしれないんですね。その場合、ね、習わない、教えなかった方が悪いんじゃなくて、知らなかった方が悪いになるのでね、しっかり理解してほしいと思います。いいでしょうか。じゃあね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。